ブンブンハロー小太郎ちゃん。では小太郎チャンネルへようこそ。小太郎チャンネルへようこそ。どうも小太郎くんです。今日は何ですか。くるくるたこ焼き、マヨとソース。これですね、もう以前何回も作ってますけどですね、これはあの食玩じゃないやなんていうのこれ、チーク菓子、くるくるたこ焼きですね。4回目ぐらい作ってます、はい、今日もこれを作って、はい、4回目かな、作って食べたいと思います。次5回作るとこを取るのはもうちょっと今日はやめます。大変なんで、めちゃめちゃ長なっちゃうんで、バーッと作って、この前バーッと作ってでチンして食べたいと思います。じゃあ早速いきます。この前4回目ぐらいやったけど、もう4回とも全て大変でした。長いね、作る時間が。はい、いつも通りこんな感じですね。はい、トレー、マヨの素、ソースの、ソースの素、これが生地の素で、はい、タコの素があります。作り方はこんな感じ、はい、じゃあ作っていきますんでよろしく。はい、じゃあちょっとね、一回止めますよ。はい、小太郎さん、今これね、まず第一番マヨネーズを作ってます。このマヨネーズの素の中にこの三角カップいっぱいの水を入れて混ぜました。どうですか、匂いは。になっています、マヨネーズの、はい、匂いですね。はいはい、こちゃんごめんなさい、順番間違えてました。まずタコの素でした。このタコの素をこのトレーの中に入れまして、でこの三角カップでいっぱい水入れて混ぜて、でこのタコの形のトレーを使ってタコを作っていきます。これが一番なんですね。間違えてた、これが2なんですね。そうなんです、間違えてた。こうしてえ、2人前の方がね、持ってる、はい、水入れて私のこと覚えてなかった。で、ここ入れて、私はレイクされたと。で、これを混ぜ、ちょっと待ってね、待ってね、きちんと付き合えるよね。ティッシュで拭くの、うん、スプーンがね。よし、でこれをこう混ぜてください。フィニッシュ。こうやって混ぜます。成功者として幸せそうに暮らしてた。で、この混ぜたやつをこのタコの型に入れて作ります。この白いの水ですか。うん、この白いの水です。はい、はい、こんな感じですね。これがタコ、タコの素を完全に水と混ぜた感じです。でこれをこのタコの素に入れて8個のタコを作って干しトレに入れていきます。はい、タコできました。8個作りました。タコで、タコ食べた。これだけ余りました。タコ食べました。タコちょっと食べてみたけど美味しくありませんでした。はい、で続きまして、タコ作ってマヨネーズ作ったから次は生地を作ります。生地は、困ったこの温布トレーに生地の素、こいつですね、生地の素こいつを入れて三角パックカップ2杯の水を入れて混ぜます。でこいつに流し込みますということです。美味しいやん、タコ。うん、食ってみる。今こんなことでも全然うまないで。愛する男の鼓動を聞くだけで悲しみが薄れていく。やっぱり私はただの女だ。タコの元の食べてみたけど、ね、あんまり美味しくなかったり、ちょっとマヨとソースもしてます。生地がな、ちょっと甘い。オープンキャンパスはプレゼンの場です。お客様にアピールしたんです。
おー、危ない。いっぱい。もう一杯入れます。ということで、得点差は217億円と。やばい。あー、来てくれた。試合よくテレビが最初飲んだらすごいバイバイみたいなのあるじゃないですか。で、これちょっと何、そうですね。で、これを混ぜまーす。こっちゃん、うまいよね。はい、小坊さんよりお願いしますよ。小坊さん、あ、そろっとでいい。そろっと、そろっと、そろっと、そろっと。こぼれる、こぼれる、そろっと、そろっと。ゆっくりでいいから、そろっと。はい、こんな感じで混ぜていきまーす。はい、混ざりました。こんな感じです。結構ね、綺麗に混ざったと思うんですけど、ちょっと斜めにしちゃうとあれなんで、こぼれるので、こんな感じで。で、これをこのタコのトレーに入れて丸いのを作るんですね。はい、誰が日本の野菜のリーダーなのかね、スパイスに混ぜられちゃって会長、拝見してもよろしいですか。しろしろ。2017年、崩れ落ちたかに見えた白い巨塔は再びその権威を取り戻し、技術のやり取りをする。ちょうどいい量みんな入ったよ。本来あるべき姿を完全に見失った。水の量ばっちり。はい、ちょっと待って。はい、こんな感じで入りました。で、これにタコ、さっき作ったこのタコの素を1個ずつ入れ、タコの素じゃない、タコを1個ずつ入れて、で、なんだ、電子レンジでチンですね。やっていきます。はい、何これ。ははい、入りました。入りました。入ります。はい、じゃあこれを電子レンジに入れて、どっちは500ワット、600ワット分からんけど、30秒ぐらいです。3、40秒です。600ワット、はい、600ワットで、じゃあ30秒ちょっとチンしていきます。普通のは1000やね。はい、30秒チンしてきました。こんな感じです。ふっくらしてね、なんか美味しそうですよ。真ん中にタコも入ってます。うん、ふっくらした時なんかケーキっぽくなってます。で、ここまで来たんですけど、これに、続きましてですね、ソースを作らないといけないんですね。ソースはこのソースの素に、あ、ソースの素をこのまた干しトレーに入れて、三角カップで水をいっぱい作ります。間に菌が入ってソースを作ります。ソース、いや、このトレー持ってくよ。ね、置いといて、置いて、置いて、置いて、タオルに叩いといて。出ちゃいますか、地獄の啓蒙使い。どうダマができるな。ちょっと手のところで高いグリグリしてる。案外低血糖も考えられたから。ついちゃんかも。ついちゃん、見てた。グリグリしてる。ドクター X。 ドクターちゃん、なんで見てんの。あ、こちゃん、今のうちにな、本ならな、爪楊枝でな、そのタコ、タコをひっくり返しといてくれる？できる？それは今ソース混ぜなあかん、ちょっと時間かかるから。これが時間かかりますよ。うん、それくるっとひっくり返さなあかんね。ヘルプ、社長ヘルプ。ソースの元がすごくダマになる。小旦那さん、聞こえますか。だいぶ取れてきた。裏側食べたらあかんねんな。外科副部長の鳥です。よだよ。
自然の中の経験を収める。あ、だいぶ溶けてきた。いい感じや。すぐ飲む MRI。大丈夫ですから、もう。そんなに刺したらあかんわ、こっちゃん。よし、ソース溶けました。完成です。どう、ソースの味は？ソースっぽい？おいしい。美味しいですか？おいしい。タコ作ってます。なかなか難しい。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ続きは私めが。こだなこだね。とりあえずも一晩中からよ。どうしようだと思うの。この画像だけでは立てていませんね。そうなんだ。上に乗ったで今、うん、どうしてもハードルいかないよ。この AI が半年間病名が分からなかった患者に的確な診断を行ったそうですよ。あ、タコが見えてる。一度ヒポクラテスにかけてみてはいかがですか。よし、その診断は、はい、こんな感じでできましたので、これにソースを。まだ裏にあんねんな。ん？まだ裏にあんねんな。裏にあんの？何が？まだ。でこれにこうソースを持って。ソースをビーとこうかけまして、ソースをかけまして、残りの、はい、ふりたっぷりかけまして、 OK かけまして、それが次はマヨですね。最後、さっき作っておいたマヨをかけます。あれ、なんか思い病気とか。このマヨネーズの素、さっき作っておいたんですけど。洗濯しとった？洗濯なんかしてるか。で、ここをこの端っこをですね、チョキンと切って、両面を押さってください。切れ目にこう折ります、うん、切って。ヒポクラテスがお答えします。これか、最先端の AI です。マヨっぽい、マヨっぽい、すごいすごいすごい。マヨっぽい、マヨっぽい、すごいすごいすごい。なに、そんな診断は必要ありません。うわ、ソースに埋もれてる。よし、ソースになんて、たこ焼きがソースに埋もれてる。ソースじゃない、ソースとマヨに埋もれてる。よし、できました。こぼれそうです。はい、完成です。はい、くるくるたこ焼き4回目。ちゃーちゃん、感謝です。はい、じゃあくるくるたこ焼き5回目完成です。完成です。はい、どうも、お疲れ様でした。じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、こっちゃん、どうぞ。バイトです。大門、口調だぞ。なんでよ。どうですか、味の方は。たこ焼きっぽい。うん、すごいソースとマヨがたっぷりです。これはなんか美味しそうやね、見た目は。ほんまに。チャーちゃんも食べる。どうですか。うん、言葉少ない、美味しい。はい、リコちゃんです。ソースっぽい味じゃない。美味しいですか。これ結構ね、よくある他のこういうの作るやつってなんか全然違う味だったりとかするけど、これは一応たこ焼きっぽい味になるもんな。うん、結構食べれる。美味しい。ただ取るのが大変。ました。はい、残り3個残ってるんですけど、動画閉めます。はい、ことさん、というわけで今日はくるくるたこ焼きを作って食べました。美味しかったですか。美味しかったです。はい、じゃあね、またね。じゃのばじゃんけんだばば